この番組はメディアファクトリーと ご覧のスポンサーの提供でお送りします。この気持ちは何だろう。不安、違う、寂しい、わからない。今まで感じたことのない何かが、何かが胸に。やはり私が睨んだ通りでしたわ。あ、何が？天音様と光ちゃんです。天音さんと光ちゃんがどうかしたの？ここ最近、天音様が光ちゃんに声をかけてにこやかに話されているんです。それで？それでじゃありませんわ。今まで天音様はそんな風に誰かに接するなんてなかったんです。皆さんまだ気づいてないようですけど、恋ですわ、天音様の恋、はあ、なんて甘美な響きでしょう。そうなのかな。天音が恋？ああ、まだ始まっていないくらいのささやかなものだと思うがね。それが問題？そうだ。私がエトワール戦に出るにあたっての障害になる可能性が出てきたということさ。それにしてもそんなに天音のこと見てるの？ん？ささやかな恋に気づくくらい。ライバルの動向を探るのは当然だ。それで、天音という太陽が照らすかもしれない花はどこで風に吹かれているのかしら。あの、天音先輩、お昼休みも練習なんですね。ああ、大会が近いからね。どうやらまた大げさに送り出してくれるようだよ。見送りに来てくれるかい、光？もちろんです。必ず行きます。あの、ごめん、騒がしくなるから行くよ。はい、大会頑張ってくださいね。ありがとう。練習熱心ね、天音さん。会長、この間の話考えていただけたかしら。お断りしたはずです。どうして受け取らないの？何です？今も外で大勢待っているわ。プレゼント、あなたに渡そうと必死よ。受け取らないのはエトワール戦に出る資格が生まれてしまうから。それは考えすぎですよ。じゃあなぜ？みんなからもらうわけにはいきませんよ。キリがありませんから。それなら選べばいいわ。あなたにはその権利がある。ありませんよ、そんなもの。3年の木の花光さん、もし彼女がプレゼントを持ってきたら？ネクタイ曲がってるわよ。自分でやりますから。これでいいわ。お邪魔したわね。
お祈り？渡せなかったんだ。うん。今まで誰からもプレゼントを受け取っていない。あまね様の噂、気にしてるの？好きなんでしょ？あまね様のこと。じゃあ、思い切って行かなきゃ。思いは伝わらないよ。絶対に。ややちゃん。大丈夫。光ならきっと、きっとあまね様も。会長、もう。あまねくんのことは諦めた方がいいんじゃないかな。そうね。無駄骨ですわ。本人の興味はともかく、資格に関してはどうにもなりません。そろそろ別の。いいえ。あまねさんと話をして私は感じました。あまねくんが、エトワール戦に出る資格を得る可能性があると？そういうことです。やっぱり花摘んでおく？そうするか。この花光、彼女の気持ちを私に向けるようにすればいいだけだ。それで天音の思いは一方通行。成就しない。要の魅力ならあんな子簡単なもんよね。面白くなりそうだ。今のところ何の進展もありませんわね。食堂でも談話室でもちょっと目を合わせたり微笑んだりするだけです。天音様も光ちゃんもシャイですからね。何かきっかけがあればもう少し近づけるのでしょうけど、どうしたらいいのでしょうか。難しい。そうですね。思いは伝わらないか。ああ。何を書いているの？花を摘む方法さ。これでよしっと。さてと、あとは桃実の番。桃実には蜜蜂になってもらおうかな。ミツバチ？花に花粉を届けるのはミツバチの役目だからね。いいわよ。どこへでも飛んでいくわ。でもね、ミツバチは花粉を届けた見返りに蜜をもらえるのよ。蜜なんて好きなだけ飲ませてあげるさ。